豊橋のチューブシーリング印刷さんの商品です。私たちはあられだとかおせんべいだとか干しぶどうだとか袋に入ったものを一度に全部食べきるわけにはいきません。その時にこのアケピタという袋は上をチャックで開けることによって、まあ下はパウチしてありますから、そこから商品がこぼれて出てくるわけです。そして食べた後まだ残っている時にはここにあるビニールの蓋がありますけど、それを剥がして2度3度封をすることによって湿気ない、またはこぼれない、まあそのような商品を開発されました。ロットの多いものは水性フレキソで袋ごと印刷しますが、小ロットのものはもともとチューブシーリング印刷さんはシールの会社ですから、大きさも何種類か用意してありますし、模様の入った袋も用意してありますので、それを選んでいただいて商品のシール、また後ろには賞味期限のシールを貼っていただく、このようなことによって、購入者は、輪ゴムで留めたり洗濯バサミで留めるような必要もなく、何回も使えるような、こんなアケピタという商品を皆さんの周りのメーカーさんに、お持ちになれば、新規開拓に行くときにもちょっと違ったアプローチができるのではないかと思ってご紹介をしました。